こんにちは、シーバードです。今回はこちら、エレクトロハーモニクスのリトルビッグマフをご紹介させていただきます。こちら千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りしました。皆さん、ファズ系のエフェクターというと何を思い浮かべますでしょうか。有名どころがいくつかあると思うんですけれども、結構ね、真っ先にこのビッグマフっていうのはですね、イメージされるんではないでしょうか。それぐらい認知度の高いファズなんですけれども、今回はですね、リトルビッグマフ、小さいバージョンになります。オリジナルのビッグマフはもっとですね、ズドンと大きくて見るからに存在感のあるエフェクターなんですけれども、それがですね、二回りぐらい小さくなったのがこのリトルビッグマフです。オリジナルと同じつまみになっていて、ボリューム、トーン、サスティンという風な感じで、基本的にはオリジナルのビッグマフパイに寄せているようなエフェクトになっております。ただ人によってはですね、結構リトルビッグマフとビッグマフで違うよねっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ質的なものはですね、非常に似てるなという風なイメージを私は持っております。70年代からスーパーギタリストたちに愛されているこのビッグマフなんですけれども、オリジナルのビッグマフはですね、ジミ・ヘンドリックスだったりとか、あとはサンタナ、近代ではコーンとですね、ジャンルも様々なギタリストたちに愛されているエフェクターです。まずはですね、リトルビッグマフ単体の音を聞いていただいて、その後はいつものようにですね、このズーム MS50G に入っているマフと鳴らし比べをやっていきたいと思います。このズーム MS50G の中にはですね、NYC マフとグレートマフ、この2種類が入っているんですが、基本的にはこの NYC マフがビッグマフのモデリングとされています。しかしですね、こっちのグレートマフの方が音的に似ていたので、今回はこのグレートマフとリトルビッグマフを鳴らし比べてみたいと思います。
リトルビッグマフいかがでしたでしょうか。このトーンとサスティン、ここをですね上手に使っていくことによって、ファズサウンドはもちろんのことながらディストーションっぽい音をですねしっかりと出してくれるというところで、ジャンルの幅は広く使えそうですね。トーンを絞って単音を弾く、そしてサスティンをバリバリに上げる、これはビッグマフ特有の伸び伸びとしながらもバウッとしたような感じの音、これがやっぱり醍醐味ですね。長年にわたり強烈なインパクトを与え続けるビッグマフ、さすがだと思います。そして MS50G との鳴らし比べなんですけれども、さすがズーム、しっかりとファズサウンドだなというふうな感じなんですけれども、やはりちょっとね芯が足りないような、若干軽くなっちゃってるなっていうのは感じます。まあ、それでもね質的なものは非常に似てるなというふうに感じました。またねちょっと別のファズなんかも弾いてみたいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。